ヨハネによる福音。その時マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレロに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために、杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうか。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。